チキー。こんにちは、コーキ TV のコーちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今回は仮面ライダージンのパワーアップを紹介します。この前ね、テレビでも、もう早速登場してたけど、すごい強かったよね。せーの、ドン。はい、というわけで仮面ライダーおもちゃウェブから仮面ライダージン、バーニングファルコンを紹介。イエーイ。バーニングファルコンプログライズキーをザイヤスラッシュライザーにセットして変身。ザイヤ？ザイヤなんよね。アビリティはインフェルノウィング、不死鳥のごとく蘇るグレンの翼。かっこよすぎるね。これもう明らかに新しいドライバーね、うん、ザイヤスラッシュライザー。これがザイヤスラッシュライザーで、かっこいいね。細くなったね。けどさ、すごいあれに似とる、エイムズショットライザー。そうやね、ベルトと一体型やもんね。うん、キシーンってついてる。キシーンってビーンって。こっちがバーニングファルコンです。いや、なんかすごいこれ、すごい強そう。見るからに強かったしね。フェニックスやったじゃん。こうちゃんね、ジンの性格が良くなったのか悪くなったのかが分からん。最後のところ謎よね。うん、人類を滅ぼすのが目的じゃないみたいなことを。滅ぶに、あの鉄砲で滅びを撃つのか。さすがにでも滅びは撃たんのやないかな。ジンがさ、滅びを助けたんと思うよ、こうちゃん。やけど、そのジンはどうやって復活したかがまだ謎ないよ、謎ない。それはあの博士やない？え、どうやって、誰がやつ、博士が何らかアーク、わからんね。でもね、でもそこにはやっぱり社長が絡んどるんやない？アマツガイが、アマツガイが復活させたんか。だってこれザイヤスラッシュライザー、うん、スラッシュライザーっていうだけあるしね。けどそこは謎の中の謎の、まだね、謎の部分がすごく多いよね。うん、でもちょっと嬉しかったよね、ジンが復活してくれてね。ザイヤスペックでもない、ヒューマギアのつけるやつでもない、やけ何なのかね。わからんね、そこら辺がね、謎ないよね。ザイヤスラッシュライザーとプログライズキーの発売情報はまだないけど、 RKF がね、あれこっちじゃなかった、発売されます。4月の下旬の発売予定で、仮面ライダージン、バーニングファルコン。これそのさ、2体と並べたらすごいかっこいいんじゃない？フライングファルコンでちょっとポーズ取ってみたよ。次のポーズが、あ、何これ、あの銃、ああスラッシュライザー。あ、ここ外れるんやね。エイムショットライザーとほぼ同じ。うわ、かっけー。ぜひこれ、このポーズを逃したくはない。こうやってる。それで最初に戻った、うん、画像は3つだけ。深い謎に包まれているバーニングファルコン、これからの展開がとても楽しみです。ブーン。それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。また見てくれよな。チン。チャンネル登録はここでーす。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コーキ TV をまた見てね。バイバーイ。イエー。